産野菜各務原にんじんで生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進について活動紹介をします。3年の遠藤舞です。よろしくお願いいたします。大学のある岐阜県各務原市の特産野菜は鮮やかなオレンジ色をした各務原にんじんです。 春と冬に収穫時期を迎えますまた、11月24日をいい人参の語呂合わせで、かかみがはら人参の日としています。東海学院大学管理栄養学科では、2017年4月から3学間で連携し、特産のかかみがはら人参のブランド化、六次産業化に取り組んでいます。 こちらが今までに商品化されたものの一部です。全国で販売された商品もあり、全部で40種類ほどあります。中には、1日分の栄養素が摂取できる防災パンや、野菜も補える野菜たっぷりのパスタなど、学びの専門性を活かす商品も考案しました。私たちは専門的な学びをもっと活かす形で、 地域の方に、かかみがはら人参の持つパワーを、栄養や健康の面から活動できないかと思い、新たにこのプロジェクトが生まれました。プロジェクトメンバーから、ファンデ栄養士の学びを活かして、かかみがはら人参の主軸に地域で食育活動を展開し、地産地消の PR も同時にしてはどうかかかみがはらにの栄養学にもこだわり、 健康・食品ロス削減の問題にも貢献したいね。臨床検査技師の学びを生かして、スマートライフプロジェクトの健康事業の延伸にも取り組みたいね。といった意見が出ました。農林水産省の第4次食育推進基本計画の重要項目に、生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進が挙げられています。 その中で健康寿命の延伸や多様な暮らしに対応することが必要だと述べられています。さらに、それぞれのライフステージで大切にしたい食育の取り組みについても示されています。私たちプロジェクトでは、地産野菜、各務瓦人参を主役に、ライフステージ別食育活動を展開し、SDGs の実現に向けた食育の推進を目指すことにしました。 また、食育活動を展開することで、地域の方が郷土愛と親しみを持って楽しんで活動に参加してもらえるのではないかと思ったからです。私たちが実際に展開したライフステージ別食育活動を具体的にご紹介します。まずは乳幼児期です。かかみがわりにんじんたっぷりの離乳食メニューを考案し、料理教室と食育講座を開催しました。 また、これらの活動を楽しく展開してもらうために、かかみがはら人参の歌の CD を作成。この歌とともに、健康体操を意思監修のもと、子ども用と高齢者用の2種類を作りました。毎年11月24日のいい人参の日には、私たちの考案したかかみがはら人参給食を保育所、幼稚園で提供していただき、私たちも訪問して、 人参の歌と体操で楽しみながら食育講座を行っています学童期には市内の小学校においていい人参の日の前後に食育講座を開催していますまた小学校では給食の時間に人参の歌を流していただいておりその歌の中で地産地消、教食、朝食の大切さを伝えられるように工夫しています さらに、アニメーション作成や、子供でも作れる簡単な料理のレシピ本を作成し、配布しています。また、規格外野菜を用いた子ども食堂も開店しています。子供だけではなく、地域の高齢者や外国人の方を対象に、国際交流、世代間交流をしています。次に、思春期についてです。思春期では、食育推進基本計画に沿ったテーマで、 中高生のための料理教室を年に5回開催しています。青年期には、野菜生飼量増加を促すような食育の推進を行っています。また、地域の高齢者の方から、共同料理の食文化を伝承いただけるような講座を開催しています。もちろん、使う野菜は高齢者の方と一緒に、東海学院大学試験補助で育てた野菜です。 高齢者の方と一緒に収穫し、料理をし、味わうイベントを JA 岐阜様のご協力のもと毎年展開しています。これらの活動を地域食文化の保護伝承を目的に SNS でも配信しています。青年期には、各務原市市民講座に40講座ほどスマートライフプロジェクトに沿った健康寿命の延伸、 も目的に各務原にんじん講座を展開しています。また、臨床検査技師の学びを活かし、検診や禁煙指導を合わせて、食育講座を実施しています。さらに、人参を使った減塩レシピも提供しています。高齢期にはフレイル予防に力を入れています。フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間地点に位置し、 身体的機能や認知機能の低下が見られる状態のことを言います。各務原市と共催でフレイル予防料理教室を大学にて開催し、社会参加を促すとともに、私たち大学生と交流をしながら簡単に作れる料理教室を開催しています。また、食育講座を開催したり、大学で考案した各務原人参フレイル予防体操を 地域のさまざまな場所で開催し、運動の面から役立ちたいと思っています。さらに、社会参加が難しい方には、キッチンカーでこちらから出向いて移動フレイル予防カフェとして訪問して販売もしています。加えて、世界糖尿病で世界高血圧税に合わせ、私たちが考案した各務原ニン人参を用いた疾病予防食を提供し、 糖尿病専門医の先生をお招きし、食育講座を開催しています。また、認知症カフェ、食育講座、各務原市内の介護施設に献立を提供し、食育イベントを展開しています。このように、地域で食育活動を展開する中、新型コロナ感染症によるパンデミックが起き、毎年開催していた食育活動が対面で実施できなくなりました。 そこでコロナ禍でも食育が推進できるように SNS を活用した料理動画配信による食育の推進を続けていますさらに SNS 利用が難しい方には DVD で配布しています現在までにフレイル予防料理動画人参料理動画フレイル予防体操幼児体操リメイク料理動画など90本を 高見原市や岐阜県の連携して作成し、SNS で配信しています。令和元年3月ごろからコロナ禍で対面での活動実施が難しくなったため、中止した企画も多いのですが、1年間に2738名の方に食育活動を展開することができました。高見原人参で健康寿命延伸プロジェクトの今後の展望です。 継続することが大切だと思うので、コロナ禍で中止した取り組みも含めて、後輩に引き継ぎたいと思います。また、和食文化の保護伝承についても、もっと活動を展開し、合わせて脱炭素に繋げていけるような活動をしたいと思います。地炭素をもっと私たち若い世代に広めていきたいと思いますし、有機野菜の利用もすることでス脱炭素に繋げていけることも、後輩たちにも教えていきたいと思います。 これで活動紹介は以上になります。ご清聴ありがとうございました。